山田です。むちゃくちゃ寒いね。風が冷たい、風が強い、本日からですねウィンターイベントパート2ということで、EV ちゃん、はい、EV ちゃんがいっぱい取れます。 EV ちゃんもいっぱい取れるしボーナスうまうまということでですね、まずはですねちょっと EV ちゃんですね、捕獲 C の、ウィンターイベントパート2の立ち回りといいますかね、こんなことやった方がいいよねみたいな話していこうと思います。よいしょ、まずは捕まえていこう。かわいよ、なんかちっちゃいか、なんかカップケーキみたいな、なんかカップケーキ、まあなんか見た目的にはこうなんかホールケーキだけども、ね、ケーキを頭に乗せてるみたいな感じになってますね。 EV ガンね、ということで EV ゲットだぜ、ありがとうございます。まあ今僕ね、こんな感じで捕まえましたけども、色違いが欲しい人は捕まえる方がいいです。これなんか昔からね、よく言われる手法ですけども、ニアバイにも出なくなるんですね。はい、まあここに今一応 EV いますけども、捕獲しなければ新コスみたいなやつはですね、ずっとニアバイで優先表示され続けるので、タップする色違いじゃなかったら捕まえないみたいなことをやるとですね、効率的に捕まえることができます。なので色違いですね、真っ白 EV で、この帽子のやつが欲しい人は捕まえないでくださいということで、じゃあやっていきましょうかね。まあイベント始まってですね、今はいたはい、キュレム、はい、こいつがですね復活ということでね、はい、今年はキュレムで、まあ終わりですね。はい、なんか、まあ、寒い時期としては、いいんですけれども、なぜキュレムなのかという疑問はまああるっちゃあるんですけどね。まあでも年始のイベントが、発表されたんですよね。まあ年始っていうか正月か、お正月、イベント4日までのイベント、こちらでですね、あいつが来ることが判明しました。レシラムですね。はい、ということで、なんか俺背景ずっとさ壁、風が強いからさ壁際にいるんですけども、まあ、駅前ですね。はい、こんな感じで、はい、今おかちまちゃんもいるんですけども、まあそのレシラムが、正月に来るということが判明しましたので、まあ年末年始にかけてがブラックホワイトの伝説という感じですね。ってことはその先にゼクロムも来てくれるのかな。レシラムもゼクロムも厳選したい人多いんじゃないかな。逆にキュレムはいるのかな、どう思います、キュレムはどう思います。個人的にはキュレム、まあ別になんですよね今まだ。将来さあれが来たら、ブラックキュレムホワイトキュレム、これが来たらそれはねやりたいですよ、強いから、こっちは強いからね。ただ現状はね、今キュレムってちょっと、まあでも今回新技一応覚えてるんで、そういう意味ではね、まあ一応もちろん今回の技仕様で捕獲はしておきたい、そういう気持ちはございます。はい、ということで、いざ始まりましたね、やっていこうか、バトルといこう。人数20名いた、もうやっぱねさすがは、JR の JR 御徒町駅、山手線の一つですかね。この辺はね人は多いです。あと上野と秋葉原かに挟まれたね、これはエリアなんでね、どっちもトレーナーさん結構多いですかね。でもなんか僕はあまりにもこの辺に来すぎて、池袋とかあっちの方がね、あと渋谷とかか、あっちの方最近行ってないんですよ。だからあの辺のね脇とか最近チェックしてないんでね、どんなもんなんだろうとか思いますけど、勝ったね、喋ってたら勝ってたね。20人とかだと本当こんな感じですよね。さあ、まあ色違いチェックしましょうか。あと捕獲してちょっと技の性能見ましょうかね。まあ事前に発表されてますけど、いよいん、通常からですね、さっと取っちゃいましょう。はい、ということで捕獲したものがこちらです。で今回来ました、凍える世界ですね。はい、これを今回からこちらのキュレムが習得しております。ちなみにこれ個体値どんなもんだ。ビヨス、いやもう風が冷たすぎて座っているのがむしろ苦痛なんですけれども、ちょっと歩きながらだとね説明できない部分もあるので、今回のですね、イベントですね、ウィンターのシーズンじゃないパート2、はい、始まってからの、イベント限定タスクですよね。これちょっと見とかないとね、僕も立ち回りわかんないので狙うべきタスクちょっと見ときましょう。はーい、ギフト関係か、ギフトを開けるか、5個開けるでアローラサンド、ギフト5個送る、これでピカチュウオアイーブイか、イーブイがね、
まあここでも狙えるの嬉しいね。今回進化できるなら何よりも嬉しいね。次は、氷タイプのポケモン7匹捕まえるが、パウワウかシェルダ、おいいじゃん、シェルダあんじゃん。はい、砂がもらえますね。砂多めにくれる系のポケモン。あとはステッカー付きのギフトを3個送る、これで負けんか。この辺はなんかあれかな、同じやつかな。卵1個返すでニューラ、ポケモン10種類捕まえるでもルージュだと。はい、まあでも引き続きみたいなやつらも結構いますね。ポケモン5種類捕まえるがデリバードはクマシュンで、コメシュンは衣装が違うね。あとレイドバトルで1回勝つでグレイシアと。はい、このさ、レイドバトルで1回勝つのタスク全然なかったんだよなてかパート1かのグレイシアタスクは全然なくて、うん、パート2はね結構出てくれれば嬉しいんですけどね。これ見てとりあえずもう1回やらなきゃいけないことが分かりました。ポケモン5種類捕まえると氷タイプのポケモン7匹捕まえる、このタスクがあったらとりあえず消化ですね。で、レリバードとシェルダーが出た場合は、ちょっと僕はストックしようと思います。両方とも星の砂ですねが熱い、感じの、ポケモンでございます。捕獲時の砂が多いんでね。はい、こいつらまあ、なんか今年あれですね、寒い時期が入ってから砂馬タスクですねを結構ストックさせてくれるような感じのイベント内容になってますね。はい、今回ですよね、ウィンターウィッシュっていう、こちらタスク、違うか、タイムチャレンジか。はい、今回の期間内のね、やつがあるんですけども、これがですね、なんかの2ページ目から、内容選択制らしいです。なので、ちょっとこの1ページ目ね、もうさっと終わらして、強化とか、捕獲とか、それで終わったんで進めていきましょう。重た。重た、やたら重いな。あー、これか。選択肢3つ出てきました。なんかウィロー博士から君の願いは何だいみたいな。まあちょうどホリデーシーズン、そのクリスマスとかにかかってるんでしょうね。卵を返したいのか、ポケモンを捕まえたいのか、星の砂を集めたいのか。うわ、これ難しいな。カチコールがね、今回まあ卵から生まれたりとかするので、卵に関する、卵結構割っていくと思うんですよ。もういいんですが、星の砂を集めるとかかな。これを選ぶとウィンターイベントパート2中のポケモンを捕まえてもらう星の砂が倍増すると。あー、なるほどね。あとは星の砂を集めるチャレンジが受け取れるよと。で、ちょっと他のも見ようか。ポケモンを捕まえるだと、あー、捕獲時 XP 倍増ね、2倍ね。卵を返すは、うわー、むずい。不可距離半減か。個人的には2択ですね。不可距離半減狙うか、星の砂狙うか。不可距離半分って結果的に砂の効率も上がるんですよ。結局そのいっぱい卵割れるようになるんで、卵からも砂もらえるからね。いや、とはいえまあちょっとギリですけど砂かな。要はデリバードが野生でも出るじゃないですか。ってことはデリバードから、そもそもが確かあいつ500とかだったんですよ、捕獲時が。それが2倍になったら1000でしょ。で、デリバード捕獲の時に星のかけら砕いてればさ、2.5倍。いや、熱いでしょ。うん、あとさっきもストックの話したじゃないですか。星の砂美味しいポケモンのタスクはストックしといた方がいいよみたいな、まとめて使った方がいいよみたいな。それに関して多分今回星のかけらを期間内に砕いて、ヒトデマンやシェルダーや今回のデリバードタスクをぐわーってこなすっていうのは、まあ、悪くないかもしれない。なんか3倍を待つとかっていうのもまあいいかもしれないですけど、うわー、悩ましいなー。いやー、これ難しいけど、まあ一応下にするか。はい、僕はこっちにします。はい、ということで捕獲時の多分ボーナスが来たんじゃないかな。なので、あ、近くにちょうどデリバードいるじゃん。ちょっと捕まえてくるわ。よし、よいしょ。じゃあちょっとデリバードいたんで、今ね、星のかけら砕きました。なので効率がさらに倍増しているはず。はい、星の砂が、いっぱいもらえるボーナスかけるデリバードかけるかけら、よいしょ。プラス天気ブースト、ありがてー。1匹捕獲で1800?
これはみんなすな選んだ方がいいかもしれない。まあでもそれぞれねあれがあるんで良さがあるんで、もうマストですとまでは言いませんけど、僕はこれでよかったな。オッケーオッケー。はい、2匹目でデリバルちゃんね。はい、すごい3700た一瞬でめっちゃ稼げた。デリバードのニアバイ見つけたら絶対に寄ってかなきゃダメだなこれな。はい、取り行こう。よいしょっと、デリバードパート2もまあまあ出てるのでいい感じ。よいしょ。はい、ということでまあちょこっとね進めていったんですけれども、EV ですよね、まあ、今回の目玉になってる、もしも EV をその高個体値とか色違い欲しいよっていう場合はですね、野生の数はそこまで多くない。なんかねこれに関してはいいとも悪いともちょっと言えないっていうのが個人的なところ。EV が多いとさっきね言った例えばデリバードとか他にもね狙い目のポケモンある人結構いると思うんですよ。カチコールとかもね、はい、だそういうのが結構出てきてくれているので、パート1で撮りたかったなみたいなやつがパート2でも狙えるっていう、そういう良さはあるんですけれども、まあ裏を返すと EV の数はそんなにみたいな、そんな感じですね。ちょっとプレイしててそんな印象です。なので EV の色違い狙いたい高校たち欲しい人はタスクかな。これもちょっと併用していった方がいいと思いました。まあその EV タスクですよね、さっきご紹介したやつ、もういいかなと思いました。だから今回のこのウィンターのパート2ですよねは、なんか野生とタスク両方ともバリバリこなすっていうような感じがちょっと効率いい気がしますね。でまあ卵不可距離半分にしてる方とかは一緒に卵張りもできるしっていう感じですね。はい、あとキュレムが復刻すると毎回思うんですけども、あいつの捕獲めんどくさすぎん。ほんとまあぴょんぴょん飛ぶだけだったらまだいいのよ。威嚇あるじゃん、威嚇モーションがさみたいな、なんかみたいな、こんな動きするじゃんあいつ。このオンの戻り、この戻りがさあるせいでさ、サークル固定しての投げがすごいややこしいなと思うんですよ。だからちょっとあそこのキュレムの動きだけちょっとナイアンティックさんなんかのアーンぐらいにしてもらえますか。はい、次回の復刻じゃアーンじゃなくしてください、よろしくお願いします。あとはですね、今回のイベントあり まあ今日初日ウィンターイベントですけど、明日明後日にホリデーですよね、もうミニイベントございますので、皆様フレンドさんと会う機会があったらトレードしていきましょうね。特別な交換の回数増えたりとかもありますけれども、2017年度か、はい、の、ポケモンですよね、はい、を出すと確定でキラになるっていう、そういった仕様にですね、ちょっとイベント中です、明日明後日かはなっております。なので、まあちょっと手持ちのですね古い日付の古いポケモンたちですよねをちょっとパパッと見繕ってで出していきましょう。なんかそうだな、将来絶対に役に立つポケモン、来年ね原始回帰のグラードンと海王が来るので、例えばその時に原始回帰をどれするのかみたいな、っていうのために高個体値持ってなかったらやるとかもいいですし、原始回帰のグラードンと海王が来たということはですね、レックウザも来年来てもおかしくないなって個人的にはちょっと思ってるんですね。あそこ世代的には同じなんで、なので例えばレックウザ100実はまだいないんですとか、色違いの強いの欲しいんですとかね、まあでも確定キラーってなると欲しいポケモンいろいろいると思うので、どうもこんにちは、どうも確定でいろいろとね欲しいポケモンいると思いますね、伝説もしっかりね、はい、なのでそういったところにちょっと皆さんもね使っていきましょうということで、本日はこの辺で終わりと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あれ、私はツイッター、インスタグラムやっております、よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタンチャンネルございます。もしよろしければこちらのチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。